今日はまともなものが釣れるといいなぁ。よいしょ。なんか前回とかね、結構変なもの釣れてるんで。よし。はい。え。おお、おお、お、ちょっと難しいぞ、これ。タイミングがわかんない。え。よいしょ、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 よいしょ。難しいぞ、これ。ちょっと待って、タイミングが。伸びない。ゲージが伸びない。あ、ちょっと待って。難しいぞ。タイミングが、あ、夜になっちゃった。よいしょ。頑張れ。おお、おじさん、助けてー。助けてよー。よいしょ。タイミングがつかめない。困ったな。よいしょ。でも、せっかくだから、釣りたい。よいしょ。もうちょっとだ、頑張れ。よいしょ。やったー、釣れた。なんだこれ、でかいぞ。ピラルクをゲット。お、やったね。よっと。ピラルク。何する？とりあえず、石板を、ストックしよう。釣ったはいいけど、魚は何するもんなんだろうね。わかんないな。よし、じゃあ。そう。あれ？よし。はい。いいや。お、今回は簡単に釣れそうだぞ。よいしょ。釣れた。なんだこれ。ボログツ。なんだ。いいや。これはゴミかな？今のは。普通、あれ？つついてんのに。なかなか進まないぞ。お、よいしょ。これも簡単に釣れそうだな。またゴミか？いや、お、なんだあれ。ピンクフィッシュをゲット。やったー。この魚はどうすればいいんだろう。若松さん？釣ったはいいけど、利用方法がわかんないな。どうせ、あ、せっかくじゃあこっちまで来てるんで。あれだね、あの、タコチューを、ちょっとまとめ買いしておこうかな。便利なんでね。よいしょ。ここは迷子になるなぁ。未だに道がよく覚えられないんだよね。よいしょ、到着。ください。まとめ買いができないのがめんどくさいなぁ。よいしょ。探し物は何ですかっていうか、タコチュしか売ってないじゃないですか。よいしょ。はーい、タコチューくださーい。よし。一個持ってて、今、三個買ったから、これで五個になるかな？ちょうど。よし。いや。ちょうど五個になったので。どうしよっかなぁ。とりあえず、お家の方に戻ろう。これも遠いんだよなぁ。結構これ、なんか、分岐してる道があるんですけど、なんか、見落としとかありそうなんですよね。一
ってないところとか、あ、そうだそうだ、整理しよう。とりあえず、靴花火二つもいらないよね。ストック。魚もわかんないから、とりあえずストックしとけばいいか。いいや。移動して。こっちを、ああ、間違えた。あ、そっか。あれだ。食べると使うんですよね。食べて使うんですよね。よかった。ちょっと焦った。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、これでいいかな。よし。何話してたっけ？なんか。そうだな。どうしようか。じゃあ、MD ショップに行って MD 買おうかな。まだ寝てるかな？夜だもんね。寝てるかもしれないな。うん、音楽聞こえないし寝てるか。ああ、起きた。いやいや、そんなことはないです。まだいいんだ。君はどう見ても音楽に詳しそうに見えないもんな。ロックが足りないからね、ルックス的にも。ひどいな、ルックス的にもはひどいだろう、ちょっと。いやー、ルックス的にもロックが足りないと言われるとは思わなかった。ひどいな。いっぱいあるな。待って。この曲はあれですよね、テクノポリスのところで流れてましたよね。確か。これ気になるんですよね、靴下の穴。ん？ちょっと待って。これも流れてたよね。ランパッパ。とかいうの。多いな、やっぱり。どうしようかな。いっぱいあると本当に。どうしようかな。何買おう。悩むな。まあ、じゃあ、とりあえず、靴下の穴買おうかな。批評器具。広大な大地を思わせるスケールに、クレオール感覚がミックス。ホールオブソックスとはまさにこのこと。ほうほう。じゃあ、これください。さて、あとはどうしようかな。3曲くらい買って帰ろうと思うんだけど。どれにしようかなぁ。結構この辺の曲、流れてますよね、MD クイズで。これでいっか。ちょっと批評を。ケルトの風に乗って、オーボエとフルートが織りなすのは、紛れもない銀の糸。ほうほう、なんかかっこいいな。じゃあ、とりあえずこれ、ください。よし。一個は、どうしようか。どうしようかなじゃあ、批評を切って。耳と体に優しい正統派ジャズフュージョン。確かなテクニックに支えられた感情豊かなサックス。まあ、いいか、これでいいや。まあ、この曲一曲だよっていうのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。まあ、優先的に、買うようにしたいと思います。よいしょ。ここね、よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よっと。じゃあ、久しぶりに。